はい、どうもこんにちは、水沢でございます。はいはい、いつもね、魚大天国チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、見えるね、これ草あるでしょ。草、そこに草ね、生えてるね。これね、バルスネリアっていう植物なんですけども、まあオーソドックスですよな。高血層としては、高血層ってのは後ろに植えるのにいいよって言われてる草ね、の中ではまあ安価でオーソドックスな草なんですけれども、これね、実はね、これ自生してたんですね。あの、自生っていうのは実際にその辺の川に生えてるよってことね。そうで、そう、それをちょっとね、あの、拝借したんですけれども、まあちゃんと取っていいところでね、そうなんですけどね、これもう俺今まで気づかなかっただけなんさ、実際あの実家の川なんで。そう、うん、だから私が幼い頃からもうあったんでしょうな、そこにはね、バリスネリアがね。そうでね、意外にそういうのってあるんですよ、まあ、バリスネリアに限らずね。そうなんでね、某、フリマサイトとかで売られてる水草、俺買ったことあるんだけども、それ多分自生してるやつだろうなっていう、ヘアグラスだったんだけど、ショートヘアグラスだったんだけど、あのショートヘアグラスもね、あの田んぼ道にね、よく生えてるんですよ。俺見つけたことないけどね、そういうの売られてたなと。これちょっとアップね。でね、まあそういうの見つけた時に、自分の水槽で使う時の注意点っていうかね、まあやった方がいいよってのはいろいろあって、私はね、以前別件で買ったね、ちょっと後で写真出しておくけど、これを使ってますな。あの、自生してる水草、まあ自生してる水草だけじゃなくて買った水草もね、そうなんだけど、まあ1日ぐらいこれにあのつけといてますね。水の中にこれファってやって、うん、そうするとね、やっぱり売られてるやつでもたまにスネール、あのちっちゃい貝みたいなやつね、の卵がねついてる時があってね、これがまたなかなか死なねえんだな、ちょっとやそっとじゃ。そうだから、それがね自分の水槽に入るとね、えらいことになるからね。私もね、一回ね、入っちゃったことあってさ、それ以来ね、もうあの水草売ってるもんだろうが、自分で取ってきたもんだろうが、必ずね、あのこれでね、あの一回、まあ、消毒っていう言い方あれなんかな、その害虫いるかいねえか分かんないけど、まあ、害虫をとりあえずこれでいるんなら、まあ、抹殺してですね、その後に、自分の水槽に入れるというようなことを必ず、やっております。ですので、まあいろいろね、例えば酢入れた水薄めてねやるっていう人もいるし、ね、あと炭酸水でねやる人もいるんですな。そう、まあ、ただね、炭酸水はね、まあ1リットル、まあ、70いくらではあるんだけどもね、まあ、個人的な意見ですよ。これ炭酸水を否定的な個人的な意見なんだけども、あのね、私ね、ほぼ週5ぐらいでですね、ハイボール飲むんですね、ハイボール、うん、で、自分でさ、これ炭酸水とウイスキー割るわけですよ、湯治でね、こうやって割るわけだけどもさ、だからね、なんかね、そのいつもね、この自分が飲んでるものをね、ちょっとこうバケツにドバドバってやるのは、なんかこうちょっとあの罪悪感っていうかさ、なんか、あ、なんかちょっともったいないことしてんだみたいなね、気持ちになっちゃってさ、だからね、こう炭酸水のでこのスネールとかを駆除するっていうね、やり方にはね、まあちょっと、否定的なんですね。うん、そうなんですよ、やっぱなんとなしね、こう、だからごめん、ちょっと話それるけど、これあのたまに美容のためだとかって言ってさ、あのこれ美魔女的な人がさ、炭酸水で顔洗ったりしてるでしょ。
あれもね、俺ちょっとね、まあ人それぞれお金の使い方されるそれぞれで別にいいんだけどさ、なんかね、このやっぱ常にこの炭酸水飲んだりしてる人とね、ちょっとねやっぱり抵抗はありますよね。これ なんかね飲みなんかこのね、まあ粗末にしてるってわけじゃないけどさ、なんかね、そういうこれ俺の勝手な個人的な意見だよ。ね、個人的な意見なんだけど、まあ話はそれましたけども、なんで、まあそんなこともあり、まあ以前買ったこともあり、私はですね、さっき、写真出しましたね。これを使っているというようなことでございます。これね、意外にね、魚探しガサガサのね、途中でさ、こういうふうにね、生えてる草に目を向けてもね、またもう一つ面白いかと思いますので、はい、それではご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録してまた遊びに来てください。またね、バイバイ。